はい、皆さんこんばんは。こんばんは。ですね、まあいろいろあるんですけれども、うん、まずはですね、前回、お腹が痛かったということで、うん、すごい短いエピソードになってましたね。うんうん、気がつけば後で気がついたんですよ。うん、いつもだいたい僕は自分のこう調子で喋ってだいたいまあ7分から9分ぐらい喋るんですけど、まあ、同じぐらい喋ったなと思ったら5分ぐらいでしたね。あら、はい、なんかお腹が痛すぎてもうそっちに完全に意識が持っていかれていましたけれども、はい、っていうのが一つで、もう一つなんですけど、この間ね収録したんですよ。うんうん、その日は調子よくポッドキャストを3個ぐらい収録したんです。そしたら全部音声が入っていなかったということで、うん、僕らがこうなんかこう喋ってね口が動いてるだけの動画になっちゃったんですよ。うんうん、逆だったらね音声だけはあったっていう映像がちょっとっていうのだったら、まあ、ポッドキャストとしては使えますけど、確かに、うん、まあ、僕らが動いてるだけじゃね、うんうん、ちょっとで結構そこでいろんな話をして、まあ、僕的にはですねとても楽しく喋った回だったんで、うんうん、残念です。そうだね、楽しかった、うん、ということで、まあ、最近なんか収録がねなかなかうまくいってないっていう日が続いてますけれども、実は今日は3月の9日なんですね。はい、はい、で、まあ、なんでわざわざ今言ったかと言いますと3月9日という曲がありましてね。あるね。はい、レミオロベンっていうねバンドの曲ですけど、はい、まあ、その曲が、まあ、僕らはちょうどその時高校生とか大学生ぐらいの世代で、まあ、流行った曲なんですよ。うんうんうん、でその曲がですね、まあ、すごく、まあ、いい曲なんですけど、まあ、すごい簡単に言うと、まあ、3月9日頃になると春を感じるなというまあそういう、まあ、もっとすごいいい曲なんですよ。うん、でもそういう曲なんです。うんうんうん、でまあ出会い別れの季節だしね。そうだねっていう、まあ、本当に一回聴いてみてほしい日本語も綺麗なね素晴らしい曲だと思うんですけど、本当にこの3月9日ぐらいでなんかあったかくなりますよね。確かにね。いやなんかよくできてるなって思うんですよ。なんでだろうって思ってたけど、うん、毎年その曲を聴くとああ春が来たなとか感じますよね。うんうん、なんかむしろ暑いぐらいのね確かに日になったりして、わあ僕はこれはいつもね面白いなと思いながら聴いてるんですよ。うんうん、まあ、よくできているしこの3月9日という日を選んだのも素晴らしいセンスだなと思ったんですけど、僕らいつも今日は何の日っていうので昔のね二十四節気とかでなんかあるじゃないですか大寒とか、うんうん、でこの日は昔からこの時が来るとなんか大雪が降ると言われているとか、うん、この頃になると台風が来ると言われているみたいな昔の人たちが考えたカレンダーの中のね日を紹介するじゃないですか。はい、もう3月9日もそれのそのぐらいのなんで質が高いというかあるのかな分かんないですけどね。もしかしたらあるのかもしれない、そこから取ったのかもしれないですね。はい、あれなんですけど、それぐらい急にあったかくなってで、まあ、僕らのあんまり好きじゃない花粉が飛び始めてですね、うん、まあ春がやってくるというところなんですね。いや本当に、うん、今日はびっくりしました。うん、花粉がね目に見えるぐらいこうわーっと飛んでいてまあ、くしゃみも出ますしね目もかゆくなりますしね、うん、まあ、別の意味でマスクがね必要になってくるっていう時期になりますけど、うんうん、まあいろいろありますけどね。はい、まあ、これから春になっていくっていうこと自体は楽しみでこれからね桜も咲いてきますしいいですよね。楽しみですね。うん、これからが僕は一番なんかこうお仕事も忙しくなってくるしなんかこう日本ではね4月っていうのは一つの1年の始まりですからこう一つなんていうんだろうな12月の終わりよりも3月の終わりの方がなんかこう締めくくり感は僕は感じます。うんうんうん、なのでね、4月から新しく学校に行く人とかもいるし、まあそういうことを新生活とかって言いますけど、まあ、僕らもちょっとね新生活を感じていきたいなと思っています。はい、ということで今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ではでは。